ございます。今日は髪の毛をアイロンしながらやっていきたいと思います。おはよう。おはようございます。すごい、リップも塗ってないや。なんか乾燥してる。ちょっとお眠ですね、今日。夜勤明けで眠い。もういつもお疲れ様です。皆さんお仕事とかいろいろと。しっかりは髪の毛しなくていいので、なんとなくやっていきます。スピンでもいいで、スピンじゃダメでです、今日は。今日は朝からお化粧します。暑い。耳に当たってしまった。久しぶりに焼け出したかも。
さんすいません。水で冷やす。そう、一瞬一瞬だったから多分大丈夫なんですけど、そう、耳でよかった。し、あんまりそこまでないけどしないかと。何度で設定したの？180がいつもです。糸電話ね、目覚めました。そんな暑い温度でやってんの？そう、でも平均的だと思う。180とか。海の声聞こえるね。ST の水、これは ST の水じゃないですね。そう、確かに耳たぶ冷やしてるのなかなかないですよね。今は軽くやけどしちゃったので冷やしてるなぁです。今来た人、今来てくださった方からしたら何事って感じですよね。今日は7時10分まで配信します。そう、でもなんかもういい感じかも。やっぱすぐ冷やすのは大事ですね。たこ焼きの配信はできました。ありがとうございます。そっか、たこ焼きこの時間ぐらいからしてますもんね。ヘアアイロン危険。でもなんかやけどしたの中3ぶりぐらいかも。3年ぶりぐらい。3年ぶり、お久しぶりです。
そうですね、3年後も気をつけなきゃ。今18になる年なので、21歳ぐらいの時にまたやけどしそうですね。ね、オリンピック形式。21ちゃんちょちょにもいるね。21歳なんて私が考えられんね。皆さんずっとよろしくね。20歳。あ、なんか成人式あるみたいな書いてありましたよね。今年も。今日も成人式楽しみだな。なんか今年二十歳になるメンバーさん多くてびっくりしました。今日もね、2年後に成人式。昨日ひなたさんと話してて、ちょ、成人式いつあるのか、何日にあるのかちょっと知らなくて、なんかパッと出たのがそう、1月1日がすごいなんかそういう日っぽいなと思って、で1月1日です、成人式1月1日ですかって聞いたら、13だよって言われました。そう、心配になるって言われた。でも確かにと思った。1月1日はなんか休みたいですよね、皆さん。ん、今日誕生日です。クリーププトンさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう。素敵な一年にしましょう。めでたい。すごいなんか結構後にならない気がする。確かにレアな絵ですね。今までショールーム、なんか耳タブを冷やしながらペットボトルでショールームしてた人っているのかな。私が初じゃないですか。唇めっちゃ乾燥してる。早くリップ塗りたいな。ね、きっと初。次入ってる気がする。
ペットボトル冷たいの、うん、めっちゃ冷たい、なんか、うん、ずっと冷蔵庫に入っとったっけ。うん、7分。じゃあお礼をしていきたいと思います。20位のりふみさん、19位ラザラスさん、18位永井さん、19位としさん、ん17位としさん、16位ゆきさん、15位のぞみやんごうさん、14位ゆうじろうまるさん、13位ロトレトウォットさん、12位キノピーターンさん、11位かーくんさん、10位しゅっちさん、9位むむさん、8位よぴぞうさん、7位オランゲランヌさん、ラッキーセブン6位エニョさん、5位エリオルマルさん、4位ドーグラスさん、3位宮崎マンゴーさん、3位ツーユキオさん、ツー、そしてそして第1位はピロロロロピョン、ヨスイエンさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。イエイ、ありがとうございます。今日のリコーダーはお世話になっているこのお水です。うん、皆さん今日も来てくださってありがとうございました。ね、地方コンの一般受付中だったりするので、皆さんよろしくお願いします。あと STR の握手会の方の決済、いつも決算って言っちゃう、なのでよろしくお願いします。決算の決済の時期ですので、そちらも皆さんよろしくお願いします。ということで終わりたいと思います。3、2、バイバイ、ありがとうございました。また明日、バイバイ。あ、待って、言うの忘れとった。あの元旦の100通メール送るやつやっぱすることにしました。やっぱなんかやらなかったこと後悔しそうと思ってやることにしました。今回はもっと事前に準備してあの日1年前は30通ぐらいは準備してたんだけど、あと70通ぐらいは全部その日にあったことをいっぱい打ってたり、その日に考えてたりしてたんですよ。でも1月1日はあと移動がすごい長いことが判明したので、なのでその時間にも使えるなと思って、そう、ということで皆さんよろしくお願いします。お友達に広めてね。今日もツイッターとか書きますね。それではまたね、バイバーイ。バイバーイ。